はい、願望は実現する。今日は信じることについてお話をします。願望実現のためには信じるということが非常に大事になってきます。今日はそういう話です。で、信じるにはどうすればいいのか。願望を叶えるにはすでにその願望が実現した状態をイメージします。そしてそれを毎日考えます。毎日頭の中に思い浮かべるのですね。そういうことを毎日毎日繰り返し繰り返し何度も何度もします。またイメージだけではなくて言葉に出して、言います。願望が実現しているというその状態を自分なりの言葉にして毎日言うことによって、自分の頭に植え付けるのです。まあ、そういうことを前にもお話ししましたけども、なぜそうするのかといえば自信をつけるためです。自信とは何か。願望が実現する絶対の自信のことです。絶対の自信というのは信じることなんですね。願望が実現するということを信じるということなんですね。で、まあ信じるといっても宗教の信仰ではありません。ただ自信さえ身につければ良いのです。で、なぜそうするのか。それは持っている願望の実現にみんな自信がないからなんですね。すぐに否定的な感情が芽生えてくる。夢は叶うのだろうか、願いは実現するのだろうか、欲しいものは手に入るのだろうか、まあそういった不安が、すぐに起きてくるわけなんですね。それは目の前の現実を見ているととても叶いそうにない。そうして自信を失い不安になるのですね。あれが欲しい、これが欲しい、もっと豊かな生活を送りたい、金持ちになりたい、ああなりたい、こうなりたいといろんな願いがあります。だからこそ夢であり願いであり願望なんですけどね、しかしそれが実現する絶対の自信がないわけなんですね。それあまりにも現実を見すぎるからなんですね。現実の今の自分の状況とか自分の能力とか周囲の環境とかそういうものに目を向けてしまって、まあ、この状態ならきっと無理だろうとかそういうことをすぐに考えてしまう。で、そういうふうに否定的な考えを持っている限り絶対に願望は実現しません。で、実現する時というのは絶対の自信がある時なんですね。だから自信を身につけないとダメなんです。願望の実現などはいとも簡単に叶えてみせるとかですね、いや簡単に叶うのだと、すぐに実現するのだと、非常に簡単であると、そういう自信を持たないとダメなんですね。で、そういう自信があってこそ初めて実現するのです。これは我々の日常生活においても普段の生活は全て、絶対の自信を持って行動していますね。スーパーに買い物に行くのにも今日は何々を買おうと思って行こうと、いやそれは無理だろう、そんな難しいことできないとか思う人は誰もいません。駅前の喫茶店に入ってコーヒーを注文しようとかね、コーヒーを飲んでゆっくりしようとかいうような願望があったとしますと、もうそれは実現しない、そんな難しいこと絶対自分には無理だとか、そんな不安を持つ人なんて一人もいませんね。非常に自信を持って生活を送っている。水道の蛇口をひねると水が出てくる、それは非常に簡単なことですね。まあ、そういうふうなことを我々日常生活の中で全部自信を持って行動して動いているわけなんですね。それと同じくらいの自信がないと願望は実現しないんです。ということは願望の実現というのは非常に簡単なことなんですね。考えてみたら自分が願っていることとか夢とか願望とかいうのは全て他の誰かがすでに達成している、
叶えてるようなことばかりなんですね。あまりにも突拍子もない願望を持ってる人なんてまずいません。例えば今から宇宙船に乗って木星に着陸して、そこに住もうとかですね、そんなことを思っている人はまずいません。まあいたにしても、空想の世界でそれは無理だろうと、あまりにも無理だろうという考えが先に立ってですね、そんなことを思っていないんですね。全て実現可能な願望しか持っていないと思います。で、それはある人にとってはいとも簡単なことなんですけども、自分にとっては難しいと信じ込んでしまってるんですね。否定的な感情で支配してしまっている。それを取り除かないとダメなんですね。そのために毎日願望が叶った状態を思い浮かべて、必ず実現すると信じ込むんです。で、いつまでそんなことをするのか。毎日毎日ですね、朝から晩までそういうことばっかりやってられないと。いつになったら私の願望は実現するのというような気持ちになると思います。そういう疑問を感じている人はたくさんいると思うんですけどね。いつまでそうするのかという答えを言いますと、潜在意識に願望は必ず実現するというふうに思い込ませたら、自然に自分からしなくなります。あれほど毎日、実現の状態を頭に思い浮かべて、紙に書いて口に出して言葉にしてやっていたのが、ある時ふっともうやらなくなってしまいます。どういうわけか、もうなんとなくする気がなくなってきたとかですね、気がついたら、ああもうあれはやめたなとかね、そういう手の本も読まなくなったなとかいう状態が来るんですね。その時、自分の潜在意識に自信が植え付けられた、願望は必ず実現するということが染み込んでいったということなんですね。それで終わりです。そういうふうになるまで続けたらいいんです。そういうふうになったらあとは待つだけでいいんですね。これが信じるということなんです。だから誰にでもできることです。今日は信じるということについて、お話をしました。よかったらこの動画何度も見て、実践していってください。ではまたお会いしましょう。